失礼しまーす。おはようございま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 す。あれ、おはようございます。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 田中です。よろしくお願いします。おはようございます。今日はあの撮影に入らせていただきます。田中です。よろしくお願いします。誰？田中です。会ったことある？会ったことないです。初めましてです。初めまして。よろしくお願いします。なんで入ってきたの？あの、今日ちょっと撮影で、あれ今日撮影で、はい、あのリゲインの撮影で。リゲイン？今日？今日ですね。あれ、おはようございます。あ、やり直します。おはようございます。まあちょっと、リゲインってあれでしょ？はい。24時間戦えますかってやつでしょ。そうですね、24時間ちょっと今は言えないんですけども。なんで？あのコンプライアンスですね。自分どこ出身なの？会社は。あ、じゃあ大丈夫じゃん。じゃなきゃ。そう、24時間戦えるじゃん。戦ったと。はい、戦ってました。そのリゲイン。そのリゲインです。ほう。今日撮影で一日中密着で、はい、タカさんにいろいろセリフをあのお願いしたいなと思って。セリフ？はい、なんかこう広告なんで、こういうの言ってくださいみたいなの。24時間戦えば、24時間戦えますか。それちょっと NG なんですけど。はい、ダメなの？それダメなんですよ。なんかこう。もう違うの今。今は違うらしいです。それはそれで。リーゲイン。それはそれで OK ですけどね。僕的にはもう完全 OK なんですけど、リゲイン石橋のシャキーンっていう。リゲイン石橋のシャキーン。シャキーンっていうのをですね、ちょっと僕今日。ダサくね。それは。俺の方がかっこいい。リーゲイン。ダサい、僕の口からすみません、ダサいとは言えなくて。はい、すみません。立場が。何、田中君、どうすりゃいいの？リレー石橋の。シャキン。シャキン！っていう感じですね。あれ。こんな感じ。はい、そういう感じですね。あれ、はい。ここ、大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？ホワイト取り直す？大丈夫？ホワイト取り直すの大丈夫なの？大丈夫？だって切っちゃってるけど。大丈夫？大丈夫？あかり大丈夫？大丈夫？アカリとか大丈夫なのこれで。何どうすればいいの？いや、ここちょっと連携プレイでいきたいと思います。タカさんがあくびして、 あくびしたら僕さっとこれ渡しますんで、そしたらリゲインしましょう。シャキン、また行きましょう。行きますよ、うん、僕ちょっとタイミングまで、うん、ますね。行きます。じゃああくびからいきます。よーい、スタート。リゲインしましょう。シャキンって曲がっちゃってんじゃんよーい、スタート。リゲインしましょう。シャキーン。バッチリ。はい、バッチリ。ありがとうございます。大丈夫だよ。田中君の狙い料理になってるこれ。見てください、すごい汗かいてます。リゲインしましょう。シャキーン、まあダサいんじゃないって言った時のリアクションだけは結構マジで困りました。未来につながる理想の体作りをサポート、リゲイン、体を作る、明日を作る。素晴らしい、素晴らしいコピー。そうですよね。第一三共ヘルスケアですから。ありがとうございます。ありがとうございます。間違ってたでしょ。ありがとうございます。リゲイン知ってるでしょ、全員。知ってますかね。そうね、7年、8年ぐらいから多分あのコマーシャル始まってると思うんですけど、24時間戦いますかって。みんな知ってるでしょ。あれなんか響きました、あの頃って。そうですね、ちょうどやり始めた、タレントとしてやり始めた時代だったんでリンクしてましたよね。効能、効果、結構いいこと書いてますね。体力、身体抵抗力または集中力の維持改善、疲労の回復予防、虚弱体質、加齢による身体虚弱を含む。そう、加齢なんだよ。もうね、なんかあるとね、このぐらいの年だとカレーカレーっつね、インド人じゃねえんだよって毎日カレーカレーって言われてね、それは悔しいんだよね。肩、首、腰、または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、体が重い、体がだるい。あるんですか、高さんにもそういうことって。え、そういう
ような症状みたいなのあるんですか？あるわけないじゃんそうですよね。あったら24時間戦えないでしょ。もう40年近く戦ってんだよ俺。すいません、なんか第一三共ヘルスケアシャキーン。あ、すいません、それで離縁石橋の借金をちょっと変えてみまして、うん、新しい言葉ちょっと、うん、作りましたんで。ダメだと？さっきの体を作る、明日を作る、離縁ビシバシ石橋第一三共ヘルスケア。めちゃくちゃ元気ですね、うん、完璧です。めちゃくちゃ元気ですね。だってさ、疲れの原因は糖質でしょ。ねえ、ほらだから疲れると動けないでしょ、はい、だけど俺はビシバシ動けるのよ。なぜならリゲインがあるから。第一三共ヘルスケア、あいリゲイン、トリプルフォース。大丈夫でしょうか？これでいいんじゃないですか？大丈夫でしょう。大丈夫です。だからもう俺こう喋りながらこう見えてるYouTube の湯の字も分からずに、うん、え、あれでしょって、いろんなちょっとした俺なんかスポーツの名場面みたいなのが見たことあるけど、うん、え、それ以外なんかあんのって、こういうのやんかあるんですよって、って、それは何でだの、うん、果たしてって、いやこれでこうやってこうでって、えー、って仕組みが全然わかんなくて、ただでさえアナログでスマホじゃないガラケーの人がいろんなこと言われて、用語の一つか分かんないからさ、バズればみたいな、バズればこうなるんですよ何バズればってっていう、そっからだからね。あ、今タカさんすごい自然にろくろ回しでした本当めちゃくちゃろくろ回しでした。切って大事だよね。うん、やる気だとかさ、気持ちのこの元気もそうだけど、気がね、気がなくなるとダメなんですよ。ああ、気がねえなっていう言葉あるじゃん、はいはいはい、お前気がねえなって、やる気がねえなって、そう気がね、充実してないとダメなんですよ。絶対この年齢になれば疲れが昔より抜けなくなったなとか、いや起きてられないんだな逆にとか、うん、やっぱそういう時に感じるよね。うん、やっぱリゲイン飲まなきゃダメなんだよ。リゲインしましシャキーン、リゲインしましシャキーン、リゲインビシバシしましリゲインビシバシしまし。ありがとうございます。ありがとうございます。もう間もなく着きます。これ、あ、このスタジオだ。はい、懐かしいなこのスタジオ。ディエイトリブルホース。じゃあタカさんこちらです。はい。こちら控室になってます。はい。あ。ちょっといいですか。はい。そうですね、あ、ありがとうございます。普段は食事の時はマスクは外されますか？はいはい。あ、じゃあそんな感じ。ウィート屋さん、おお、結構豪華。すごい。食べていいんですか？もちろんです。タカさんは何かこういう食べ物が食べる時にされてたあれがもし見れたら、何こいつこう仕込んだしてんだっていう、はい、今完全にこう仕込んだします。こっちでこっちがいいですね。僕もこうみたい。トリプルフォース違ったあれですね、やっぱあれですね、なんかあれなんか皆さんの時にやってる、はい、ちょっと格子今度しました。ヘルスケアおかしいなあれ、皆さんってヘルスケアでしたっけ？なんか じなんとかみたいな、じ、はい、あれですね、すぐ言ってくれるんで、ちょっとありがたくて、もし行けたら行きたい、行けたらちょっと欲しいなと。実直惜しい、え、今 CHO じゃなくて SHO ですね。 SHO?、はい、超じゃなくて SHO の小の方ですね。あ、
長僕今すごい幸せです、うん、幸せなんですけど、うん、あの実食が実食が幸せです。さあいよいよこの後実食です。実食ではいただきます。どうすかミートやだ、これからこれからいきますか。うわ本当だれよが出てきた。ミート屋さん、ミート屋さん、よろしく。それ永吉です。永吉の方ですね。ミート屋さん永吉。タカさんに喜んでもらいたいなと思って。この感じ。こういうのも。わ、すっげえ。デザート。何何。ハンバーグさんをちょっとさ。これ。この感じです。うんうんうん、これうまい。すあよかった、嬉しいです。うまい。これでもシュークリームもうまそうですね。シュークリームいかがですか。一口サイズ手でいっちゃいますか、うん、ベビッシュうまい。どうですか。うん、うまい、うまい。ありがとうございます。チョコレートさん、うんうんうん、普通チョコレートよりとかもう食いすぎ、もう田中ちゃん出しすぎました。もう食いすぎ、もうね、眠くなっちゃって。あれ爆睡お疲れ、タカさんお疲れですか。もう疲れた、もう食べ過ぎですかね。ちょっと食い過ぎたね。あとあのぐるぐるマイバッハで回りすぎすいませんあすいません、糖分出して。あとは糖質だからね。失礼しました。疲れた時、タカさんはどうしてますか。あ、僕にはリゲインが出ますから。やはり疲れにはこれです。最近またリゲインってすごくこう注目されているんですけど、どう思いますか。疲れに効くし、集中力の改善とか、あと目の疲れにも効く。体の酸化が錆びるって言われてるように、糖化って体が焦げるって言われてるらしいんですね。で、年を取って代謝が悪くなると余った糖質が代謝されずに体に溜まってくらしいんですよ。じゃあ糖化ってすごくやばいんですね。糖分と疲れが関係あるんだ。糖分いいですね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。すごい、もうなんか汗が出てますね。で、また次もジャケットの方戻していただきまして、リゲインします。シャキーン、リゲインします。シャキーン、シャキーン、シャキーン。もう一回お願いします。リゲイン足らないんじゃないですか。あ、僕も、はい、シャキーン、シャキーン、シャキーン、いりますいりますか、これシャキーン、シャキーン、いりますもう疲れてたね。あ、先ほどお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。サインはすいません、たくさんあるんですけど。結構ある。結構大きく、結構あるよ。結構制限5枚とかって言われる。名前だけ先書いたもん。すごいですね。お、名前も高さん手書きですか。うん、うわ、貴重。貴重よ。ありがとうございます。いつでも大丈夫。はい、じゃあ僕らできたらご予約します。リゲインします。シャリーン370しばし魂リゲインリゲイン魂先
おい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 相当やりましたね、やらない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 、リゲイン、リゲイン、リゲイン、僕何言います、リゲイン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 、あ、いいですね、リゲイン、おめでとうございます。では、タカさん、一日、今日は一日、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。シャキリゲイントリプルフォース何何いいの何何リゲイントリプルフォーストリプルフォースいいの、はい、それがいいのそれがいいそれがいい、はい、第一最強ヘルスケアリゲイントリプルフォース喋ってるすいません今のはすいません完全なミスです完全なやっちゃいましたお願いしますリゲイントリプルフォース一生リゲインですかえ一生リゲインですかそれはどうだか今日は本当に一日楽しく、撮影できましたこれもちょっと今日かなりヘビーな撮影だったり疲れたんで今日は家へ帰ってこれを一袋いくやつも飲めるんですよでおいくらなんですか田中さん数千円です数千円アバウトだな数千円ですいくらいくらいくらなんですか4200円です4200円です4200円はい4200円のところ今日特別に3800円でトリプルフォース僕もらいっぱなしであれなんですけど実食とかなんかそういうのいただいちゃってたんですけど最後ちょっとありがとうございますお疲れ様ですありがとうございましたありがとうございましたトリプルフォースJ-Shock 今日飲みたい、ね、今日飲みたい今日飲まないと今日飲まないとクタクタしっかり飲んでありがとうございますお疲れ様でした